日はですね、こちらのアイダスの最新スパイク開封してきたいと思います。早速開けていきます。はい、というわけでアイダスさんの最新ラグビースパイクカカリ Z0 1.0 ですね、こちらの紹介をしていきたいと思います。ラグビー用のスパイクでして、フロントロー用ですね、1番、2番、3番の選手に特に適したスパイクになっております。まああとね、4番とか5番とかでも、まあ、一応履けるかなっていうような感じのスパイクです。それでは早速機能性の詳細を見ていきたいと思います。まずサイズ感とか幅感とか、いうところなんですけども、今回ね、サイズがなかったので 25.5 センチを購入しております。個人的にはいつもより 0.5 センチ大きいサイズ感なんですけども、まあ、それにしてもかなり大きい印象はあります。まあ、確実にあのサイズアップして買うシューズではないです。いつも通りのサイズか、まあ、ワンサイズもしかしたら下げるんじゃないかっていうぐらい、まあ、ちょっと大きめかなっていう感じの、スパイクです。で、幅に関しては、ラグビースパイクなんですけども、こちらはレギュラー幅ぐらいかな。そんなに広くはないです。せいぜいレギュラー幅。幅広の選手が結構ね、あの1番とか2番3番4番5番とかは多いことがあるんですけども、幅が広いとちょっと用がきつく感じると思います。で、全体的な履き心地は、非常に硬いです。ガチガチです。あの完全にスクラムを組む用の、あのがっちり足をホールドしてくれる、そんなスパイクになってます。履き心地の良さっていうのは、まあ、そこまで、高くはないと思うので、まあ、履いてってこう自分でしっかりと慣らしていくような、必要があるスパイクとなってます。そしてアッパーですね。アッパーには、合成化が、使われてます。裏側テキスタイルで、裏地に起毛素材が使われておりまして、で表がこういう風にフィルム材で、覆われているようなものになってます。アッパーはね、まあ触った感じはちょっとこうニット風の、柔らかさがある、アッパーになってますが、結構しっかり、ハードな、アッパーになってます。やっぱりね、他のスパイクと比べても結構硬い。まあ、これぐらい強度がないと確かにあのラグビーのそのフォワードの特に前の選手ですね、しかもラグビー、大学ラグビー以上の結構派手しい体重のある選手とか筋力のある選手であれば、これぐらいのサポートは確かに欲しいかなっていう印象はあります。ただ履き始めは履き心地決して良くはないと思います。で、やっぱ中速部以降も同じように、同じ素材が使われてます。こんな感じですね。で、甲のところには、メッシュですね、下の方がメッシュで完全につながってしまっています。この辺のメッシュも、まあ、そんなに伸びが強いわけではないので、しっかりと甲を抑えながら、多少の伸びでこう調整しやすくなっているというのが特徴ですね。で、ここの、後部とかの、特徴なんですけども、これですね、このここに白いのがあってこうつながってるんですが、ここのサポートバーですね、ベルトって言ったらいいのかな、サポートベルトが、特徴になってます。これで、しっかりとかかとからこっち側に引っ張る、シューレースで引っ張り上げることで、かかと周りがぐらつかない、安定させる。そうすることによって非常に激しい、プレーでも足がずれにくい、ブレにくいと、いつでもしっかりとサポートしてくれるようなアッパーに仕上がってます。やっぱこの辺はかなりサポート感強くなってまして、相当ハードな動きでもしっかりとサポートできるようなものになってます。このねベルトとかは、まあ、普通にサッカースパイクとか、他のスパイクでも別にあっても全然良さそうな機能なんですけど、まあ、特に外側とかですかねとかは、他のスパイクでもなんかこう採用されててもおかしくないなっていうような、機能になってます。そして終端にはクッションが入ってまして、結構薄型のね、ものになってます。クッションのところは結構分厚いので、この辺はね、まあ、プレッシャーをちょっと緩和するようなものになってます。あとはかかとですね。かかとの方もかなり強度しっかりしたヒールカップが内蔵されてます。ここがしっかりしてて、加えてさっきのベルトですね、ベルトで、しっかりとホールド感を出すと、サポート感を出すといったようなものになってます。で、かかとの裏側の方が一応肝素材ですね。こんな感じで肝の素材になってまして、クッションは比較的そんなに柔らかくはないです。ここはね、柔らかすぎない程度の強度に仕上がってるかなと思います。ちょっとやや固めぐらいの感じですね。で、中底ですね。中の方にはこんな感じで、プレート、樹脂プレートが採用されてます。これ、ネメシスの FG とか、プレーダーフリークの FG とかと確か同じぐらいの強度がある、中底だと思います。まあ、形状的には一緒ですね。で、インソールはこんな感じで、シンプルなインソールが使われてます。表面メッシュで、特に何かこだわった機能がついてる印象は見受けられません。普通のインソールですね。で、アウトソールに行く前なんですが、こちらちょっと重量だけ先に触れておきたくて、25.5 センチで片足370グラムぐらい確かあったと思います。持っててもめちゃくちゃ重いです。370だと、多分両足、2足、その、右足、左足、両足分ぐらい、片足でそれぐらいの重量はあります。めちゃくちゃ重い。まあ、なので間違っても、まあ、サッカーの人はね、買わないと思うんですけど、まあ、ラグビースパイクだからって言って、バックローの選手とか、バックスの選手が買うようなスパイクでは絶対にないですし、高校生も基本的に多分買わなくていいスパイクだと思います。大学生以上の
プレイヤー、もしくは高校でも超トップレベルのプロップ、フッカーっていう選手が、まあ、履くことで初めてこう威力を発揮するというか、重さ以上のメリットを見出せる、そんな選手じゃないとちょっとこれは選ぶのはちょっと難しいかなと思います。逆に言うとそれだけトップアスリートというか、もうその超ハイレベルな選手向けの、強度強さは兼ね備えているので、サポート感ってところは非常に高いスパイクです。そしてアウトソールの話を戻すんですが、アウトソールは、後ろ2本の前6本の取り返し機となってます。でセパレートソールですね、セパレートなんですが、まあそれがすごく軽量化につながっているかというと、まあそういうわけでもなくっていうような感じです。で一応ソールの方は、前作から変わってだと思います。で前6本の、まあ、取り返し機スタッドが基本的にはしっかりとグリップを発揮しつつ、まあ、かかとのね2本のスタッドも、非常にこう長いので、グリップがねすごく効くようなものになってます。そして一応サブスタッドですね。つま先にサブスタッドと、まあ、中央に落ち込み防止のスタッドとかもあって、まあ、この辺でちょっと補助をかけているようなソールになってます。まあ、基本的にはあの普通にラグビースパイク、取り返し式のラグビースパイクと思っていただいて、特に問題はないかと思います。で、さっきの中底と合わせまして、かなりソールは硬いです。結構力を入れてようやく曲がります。もちろんこういうのは履いていけば少しは柔らかくなるもんなんですけども、かなり硬いのでやっぱりあの非常に体重のある選手ですね、110キロ20キロあるような、大型のプロップフッカー、もしくはロックあたりの選手が、まあ、スクラムとかラックとかモールとかあの辺の肉弾戦を重視するための、スパイクと言えます。まあ、特にスクラムですね。はい、というわけでアリアスさんの最新ラグビースパイクカカレ Z0 1.0 の、紹介は以上となります。まあ、非常にハードなスパイクです。本当にトップレベルのプロップフッカー、もしくはあえて言うならロックの選手に適した、スパイクだと思います。ただそのあまりあるグリップと、ハードさサポート感の、傍らで、重量というところはかなり、増してしまっているスパイクになるので、まあ、本当にスクラムに命をかけるんだとか、まあ、ランプレーよりかはやっぱこうそうですね、当たるプレーとか踏ん張るプレーとか、まあ、そっちを重視したい選手に特におすすめしたいスパイクとなってます。シューズ自体のバランスは非常にハードで重くてっていう、あのあんまり最近ではねこう受けが良くないスパイクだとは思うんですけども、決してこうあの悪いわけではなく、ハマる人にとってはハマるスパイクだと思うので、非常にね高いレベルでプレーされている方は一度検討されてみてはいかがでしょうか。というわけで本日はアリアスさんの最新ラグビースパイクの紹介でした。ご視聴ありがとうございました。